はい、皆さんこんにちは。 LINE 公式アカウントチャンネルのジャナとすみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ジャナさん、今日のテーマお願いします。はい、今日のテーマはさっき前回の続きなんですけども、はい、LINE 広告のターゲティングについてちょっともうちょっと詳しく聞きたいなと思って、なるほど。 LINE 広告のターゲティングを、まあ、広くした方がいいのか浅くを狭くした方がいいのかっていうね、はい、で結論はなかなかこれ言うの難しいんですけれども、うん、皆さんにはまず基本概念を押さえてほしくて、うん、LINE 広告をじゃあ出稿、まあ、広告を出すことを出稿って言うんですけど、出稿していくってなったら、例えば日本全国にかける場合と、うん、愛知県名古屋市中区みたいな狭くかける場合がありますね、うん、で他の条件は同じで、このエリアだけ広く狭くするならば、広くかける方は広告の予算が割とこうリーズナブルというか、そんなに高くならない、うん、逆に狭くしてしまうと広告の予算は基本的に高くなるという傾向があります。これ当然考えればそうなんですけど、例えば愛知県名古屋市中区男性25から30で興味がスポーツしかないって結構難しいじゃないですか。めっちゃちょっとちっちゃいじゃないですか。ここに広告のターゲティングをしていこうとなったら、当然あの競合とかも多いので広告の予算がかかるのはなんとなくイメージつきますよね。そうですね、確かに。逆に日本全国って、まあ、別にどこでも九州だろうが北海道だろうが全然どこでもいいので、それはまあ条件としては人が多いから LINE 広告をかけていくときでも予算はそんなにかかんないよと。なるほど。ということは鷲見さん、それってじゃあ業種によってやっぱターゲティングを広くしといた方がいいのか浅くしといた方がいいのかっていうのは、その業種によって変わってくるっていうか。そうですね、まあ、例えば EC サイトみたいな感じで日本全国がに商品を届けられますだったら、別に愛知県名古屋市長くとかに絞る必要は全然ないですね。で絞っちゃったら逆に単価が広告の金額が高くなっちゃうので、もうそれ対象が日本全国みたいなところは、まあなるべく広くした方がいいかなって感じがします。もちろん条件他にもありますけどね。ただこう地域ビジネスみたいな感じは、例えば日本全国にするわけではないですよね。名古屋市の飲食店がじゃあ東京に出向あの広告かけようっていうのもちょっと難しいので、まあそういう場合はまああのうまくしたらいいのかなっていうところが基本になるかなと思います。なるほど。あとね、ちょっと予算についても聞きたいんですけど、はい、ちょっとまたあの次にしましょうか。そうです ね、広告の予算に関してはちょっとこのターゲティングと関わるところもありますが、そこもっと話していきたいと思いますので、じゃあ次回ですね。はい、はい、じゃあまた次回をお楽しみに。またねー。